動物たちの可愛い映像をお届けするアニマルアニマルウィークリー。今回は下関市にある海響館にお邪魔しました。もうすぐクリスマス。海響館では現在毎年恒例のクリスマス展示を開催中。展示しているのはクリスマスにぴったりな生き物たちです。こちらは白星赤萌エビ。鮮やかな赤色の体と白い斑点模様や足が特徴で、色合いがサンタクロースに似ていることからサンタエビとも呼ばれています。こんなエビがいるんですね。まるでクリスマスを連想させるような白星赤萌エビという赤色のエビの方はですね、こうやって下に落ちているもの、食べ物とかを探してですね、この水槽内を掃除してくれます。綺麗好きな白星赤萌エビ、他の生き物の体にある古い皮膚を食べて体をきれいにしてあげることもあるそうです。ここで一緒に暮らすのは掃除のしがいがありそうなこちら、モクズショイです。これ実はカニなんですけれども、体にですね、拾ったものをつける習性があります。そのことから木図を背負っているということで木図書衣という名前がついたんですが、今回はですね、クリスマスカラーの綺麗な飾りを体につけさせて、まるでクリスマスのコスプレのような感じですね、に仕立て上げております。ちなみにこちらがほぼ何も背負っていない木図書衣。全然違う。展示しているのと大きさは違いますが、多くの木図を背負うことが分かりますよね。結構スマートな体だ、実は。またこれは本来なら擬態化して身を守るための習性。皆さんどこにいるのか分かりますか？ハサミが見えました。そう、ここなんです。ハサミが見えますよね。お上手に隠れて。クリスマスにちなんだ生き物が見られる海響館のクリスマス展示。イベントに来たお客さんは、そう、ツリーみたいな感じの装飾もあって水族館なんかなみたいな感じしますね。はい、いい感じですね。すごいすごい可愛いです。実はこのイベント毎年恒例でやってるんですが、今回はですね、もう見た目で楽しんでいただけるような感じで、まるで子供の時に一度は夢見たようなプレゼントの山、そしてそれを彩る水槽というような感じで、来られた方にはですね、ぜひこの綺麗な装飾を見て楽しいクリスマスを過ごしていただければと思いますね。